はい、どうも、仁さんです。今回は黒崎一心の残白と円月について考察していこうと思います。円月は描写こそありましたが、能力などの詳細は明らかになりませんでした。一語と同じ月画天章を放っていたり、最後の月画天章を習得しているような発言もあったことから謎に包まれた残白刀です。気になる方も多いと思うので考察してみましたが、こちらは非公開動画のリメイクとなります。ただ内容はちょっと変わっているので、ぜひ最後までご覧ください。それじゃあ早速やっていきましょう。黒崎一心。一心はご存知の通り、旧名は芝一心。死神時代は五大貴族芝家の分家出身であり、約20年前の10番隊隊長を務めていました。当時、アイゼンが生み出した改造ホロー、ホワイトと現世で交戦し、アイゼンの不意打ちもあって追い込まれていたところ、後の一護の母となる黒崎正樹に助けられました。後日、正樹にお礼をするために現世へ出向いたところ、正樹はホワイト戦で負った傷が原因でホロー化しかけており、命の危機に瀕していました。結局は裏原の助力もあり、特殊な技外を用いて、マサキの中のホローをつなぐことでホロー化を抑え、マサキを救うことに成功。しかしその代償として、マサキとホローのつながりが切れるまで義外から出られず、一心は死神に戻ることができなくなりました。一心はこれを承知の上でマサキを救うことを選択したわけですが、ソウルソサイティではこれが決定打となり、芝家没落の原因となってしまったのはまた別の話。それでは早速ですが、本題に入ろうと思います。今回の考察は円月について、とりあえず順番に考えていこうと思います。まずは円月の能力について、まずは明らかになっている作中での描写を振り返ってみましょう。作中では怪豪とともに束の紐と刀身に炎をまとう炎熱系の残白刀で、怪豪は燃えろ円月、さらに口に含んだ自身の血を吹きかけることで刀身の炎を巨大化させていました。また挽回は自身への負担が大きいため、深手を負っている時は解放できないとのこと。以上が大体の円月の描写となります。これらから僕が考える円月の能力は、自身の血や霊圧を炎に変換する能力であると考えています。ただ炎を撒き散らす竜神弱火のようなものではなく、自身の命を燃やして戦う残白刀ではないでしょうか。理由としてはまず作中での描写、血を吹きかけ炎を巨大化させていたことから、円月の炎はまず血が関係していることがわかります。そして挽回の制約から察するに、自身の命、血や霊圧を代償に火力を上昇させるものだと推測しました。さらにこの能力の裏付けとして、円月の字の意味、まあ有名な話になりますが、円月の円は鋭い、尖っているといった他に、削るという意味もあります。この削るとは一心自身、つまり自身の命を削るという意味なのではないでしょうか。そしてさっきの挽回の制約、肉体への負担が大きいため深手を負った状態では挽回ができない、実際は挽回ができないわけではないと思いますが、命に関わるという意味でできないというのでしょう。そして理由はおそらく先の仮説から、挽回は視界以上に血や霊圧を代償とするため、肉体にかかる負担が大きく、ダメージを負っている状態ではそのまま倒れかねないため、みたいな感じだと思います。視界と挽回の能力につながりがない残白刀はありません。なので円月の挽回まで考察してみました。皆さんはどう思われるでしょうか。考察などコメントお待ちしております。続いては月画天章について考察してみました。何が謎なのか簡単におさらいすると、月画天章といえば主人公黒崎一護の必殺技ですが、なぜか一心も使用することができます。親子だからという説もありますが、そもそも残白刀の能力が親子で遺伝するものとは限りません。残白刀は持ち主の心を映す鏡、親と子で遺伝子レベルで似ているかもしれませんが、心まで同一なんてことは可能性限りなく低いですよね。なので同じ残白刀が目覚めることはほぼないものだと思います。じゃあなぜなのか、これについての僕の考察は、黒崎一護の内なる存在が一心の月画天章を真似したからだと思います。つまり月画天章の本家は黒崎一心であり、一護は真似した側ということです。これについては一護の力について理解する必要があります。一護の力とは、残月のおっさんが死神の力を抑え、それでも抑えきれないかすかな死神の力です。そしてホワイトのフォロー要素は朝打ちの代わりとなっていたと説明されました。つまりホワイトベース、抑えきれない死神の力を基本として、ピンチの時はフォロー化、こんな感じで戦ってきていたことが明かされましたね。補足するとクインシーの力についてはキルゲの檻の中でようやく起こされた力になりますので、少なくとも死神代行消失編までクインシーの力は眠っていたことがわかります。そして残月のおっさんはクインシーの力でありながら、残白刀のふりをしてイチゴにいろいろ教えてきたというわけですよね。これが原作60巻あたりで明かされた内容となります。じゃあなんでそれが一心の月画天章を真似することにつながるのかというわけですが、ここからは僕の考察となります。先の説明から、イチゴのうちでいろいろしていたのは残月のおっさんかっこクインシーと、ホワイトこと白イチゴかっこホローなわけじゃないですか。
して残白刀のふりをし続けたってあるように、この二人は死神の力ではないんですよね。だけど彼らは残白刀のふりをしてイチゴに月牙天章や挽回などいろいろ教えなければなりません。だけど俺ら死神じゃないからわからない、どうしようってなった時に一心の月牙天章を真似しようとなったわけです。過去編を思い出してください。ホワイトは一心の月牙天章を食らっています。この過去があったからイチゴに月牙天章を教えることができたのだと思います。ちなみにこの理論でいくと、イチゴの天差残月、これはユーハバッハのかけらである残月のおっさんが、挽回ってどんなのだっけ、あ、ヤマジーの残花の太刀真似しようみたいなノリで日本刀のような天差残月のデザインを考案し、挽回だから万字の唾でしょ的な感じで決めちゃったために、白夜兄様に歪小な挽回だと怒られたみたいな半分冗談みたいなくだりが界隈では有名な話になっています。話を戻しますが、結局まとめると、うちなるおっさんとホワイトは死神の力ではないため、イチゴの死神の力がどういうものか分かりません。でも残白刀のふりしなければいけないので、これまで見たことのある一心の月牙天章を教えたのではないか、こう考察しておりますが、いかがでしょうか。最後にまた補足ですが、一心の月牙天章とイチゴの月牙天章は同じようで違います。一心の月牙天章は斬撃を飛ばさず渾身の一撃を振り下ろす技なのに対し、イチゴの月牙天章は斬撃を飛ばしていますよね。これはホワイトのフォロー要素からセロを参考にというか同質というか、そんな感じだと思います。作中でもイチゴの月牙がセロに似ていると触れられていたことから、やはりイチゴの月牙はセロをベースとして一心の月牙を参考にした技なんだと思っています。最後は一心も最後の月牙天章を習得している可能性、これについて考察していこうと思います。一心は作中のこのセリフから、自身も最後の月牙天章を習得、あるいは習得できなかったけどそういう奥義を知っていることがわかります。これって何なんでしょうね。原作での描写やここまで説明してきた仮説を交えて考えたところ、僕の考察はわかりませんでした。非常に情けない結論を話してしまいましたが、僕はリメイク元となる動画では、一心とイチゴの最後の月牙天章は別物、一心の最後の月牙天章は命をかける最終奥義的な技であるみたいな考察をしましたが、多分これは違うと思っています。なぜなら命をかける技だったとしたら、一心がイチゴに教える理由が説明できません。一心が世界のために息子を捧げるとは思いませんでした。一心が自身の最後の月牙天章とイチゴのとでは別物だけど、お前も習得できるはずだみたいな設定ならわかりますが、一心がそこまで深く理解しているとも思えませんでした。したがって僕の以前の考察は誤りであると今は考えています。じゃあ今の考えはというと、はっきりこれだと思うっていうのはありません。なので考えられる候補をいくつか紹介します。情報が少ないためあと一歩及ばずだったんですが、皆さんの知恵もお借りしたいと思うので、この動画で紹介していこうと思います。ちなみに前提として、一心とイチゴで共通している必要があります。一心は自分もそうだったとしてイチゴに教えようとするわけですから、一心にできてイチゴにもできること、つまりイチゴにできて一心にできない、フォローやクインシー要素は関係ないと思っています。では参りましょう。1、最後の〇〇は全死神共通の奥義である。この仮説であるならば、一心が知っていてイチゴもそれが習得できると知っていた理由、これがスッと解決できます。ただおかしくなることもあって、それがアイゼンのセリフ、残白刀と腕が融合する進化の帰着、残白刀本来の姿、これらは自分と最後の月牙天章を習得したイチゴを見てたどり着いた推論なわけです。もし最後の〇〇が全死神共通の奥義としてどこかで伝わっている、もしくは一部しか知らない情報だったとしても、霊王の正体すら知っているアイゼンなら分かっているはずなので、ここのセリフ反応がおかしいです。つまり最後の〇〇が全死神共通の奥義ってのは少し厳しいかもしれません。2、柴家に伝わる秘術。残白刀と融合し一時的に爆発的な力を手に入れる代償として、死神の力を失う元五大貴族柴家に伝わる超秘術という仮説ですが、これは僕の妄想の域を出ませんでした。根拠というかそれらしい要素がまるで見つかりませんでした。ただ強いて言えば、柴家の祖は霊王に栄とした際に異を唱え、自分たちが霊王の代わりとなる術を模索した過去があります。その際に偶然たまたま発見したのが死神の進化の果てである残白刀との融合であるみたいに無理やりつなげることはできそうですが、時系列的な問題も出てくるのでよく分かりませんでした。以上が僕が考える2つの仮説です。そして僕は1の最後の〇〇は全死神共通である説によっています。その他にも一心はマサキがクインシーであり、イチゴにクインシーが遺伝していることは知っているか察しているはずなので、わざと最後と煽ることでイチゴと内なる存在にクインシーレッドスチールを連想させ、それに近い何かを引き出そうとしたとかも考えましたが、それだと一心マジ作詞って感じで失礼ですけど、ちょっとしっくりこなかったですし、もともと前提である一心とイチゴで共通である
であるという条件から外れます。少なくとも一心は存在を知っていて、習得できたかどうかは不明、おそらくできていないっていうのが僕の考えなので、一心が知っていて習得しようとしたということは純死神でも大丈夫ということなんですね。だからクインシー要素は関係ないものと考えていますが、皆さんはどう思いますでしょうか。考察はコメントから教えてください。ちなみにイチゴの無欠とクインシーレッドシールが似ている点についてはまた別の話になるので今回は割愛します。しかしコメントで聞かれそうなので先に簡単に答えておくと、無関係ってことはないと思っています。多分クインシーレッドシールの原理を利用して死神とフォローの力を一時的に爆発させた形態だと思っています。なのでクインシーレッドシールの原理仕組みを利用しただけで、イチゴのクインシーの力自体は未使用だって。その力が覚醒したのはキルゲの檻以降だからってのが現状の考えです。ただクインシーレッドシールの原理って何、あれって三連死闘でとか始まるとまた一本の動画になってしまうので、今回はここまで。以上、一心の円月について考察していきました。動画の内容いかがだったでしょうか。最後の方だいぶ話がそれました。コメントでリクエスト多かったらすぐ動画にします。円月についての皆さんの考察あればぜひコメント欄から教えてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。